これらのこと、そのすべては一体何を意味するの？やっぱり敵がいるんだね。漁師の影、どうして？私が来ました。標地点はここじゃないみたい。もう一度確認してみなきゃ。弱すぎ。雷電のこと早く。この怪物たち、私が漁師の海で遭遇した敵とそっくり。でも、いろいろな面から考えて、ここは月のはずなのに、もしブローニお姉ちゃんもここにいたら、きっとすぐに隠された真相に気づけるはずだよね。ブローニお姉ちゃん、今、どこにいるの？そんなことを考えてても、今は何の役にも立たない。クーちゃんが話してた二人のバルキリーって、一体誰なんだろう。金髪に黒髪、不思議な服。まさか。ちょっと待って。この道、間違ってるような気がする。やはり私を頼む。標地点はここじゃないみたい。もう一度確認してみなきゃ。弱すぎ。雷電のこと、早く。この怪物たち、もう動かなくなってるの？こんなに多くの残骸、きっと偶然なんかじゃない。誰かがここで戦ったんだ。見た目は霊兵器に壊されたような感じだけど、これは戦った人が残した痕跡だよね。愛縁起縁とは言うけど、こんなところで会うなんて思いがけない出来事も起こるものだね。お久しぶりです、ゼーレさん。あ、デュランダルさん。それからリさん。びっくりするよね。列車に乗って旅に出たと思ったら、まさかこの交換球に着くなんて。挨拶はここまでにしましょう。こんな風に上から話しかけるなんて、いささか傲慢すぎる気がします。まずはここから降りましょうか。あ、そうだね、確かに。でもやっと仲間と出会えたんだから喜んで当然でしょ。まあいいや、すぐに降りるよ。こんにちは、リさん。ちょっと、そんな距離のある呼び方はやめてよ。あんたより少し年上なだけだし、お姉さん
はどうかな。え、はい、首相お姉さん。冗談のつもりだったんだけど、よく考えたら目覚めてからまだそう経っていないし、この時代に対する理解も子供程度なんだよね。お姉さんと呼ばれる資格なんてないかも。やっぱりデュランダルと同じような呼び方か、呼び捨てで師匠でも構わないよ。その方が簡単でわかりやすいし。はい。でも二人はどうやって月に来たんですか？私は目覚めたらニューアトラという場所にいたんですけど。私も似たような感じかな。予約した部屋の扉を開けた途端、このわけのわからないところに飛ばされたんだ。まるでその、そう、 SF 小説みたいにね。最初は宿や、あ、違う、ホテルの特別サービスかと思ったよ。デュランダルと会わなかったらここで笑い者になってたかもしれないね。私もゼーレさんと同じように漁師の海に出入りしたことがありますが、今回の体験はとても異質で、天命のものとは全く違う技術でした。しかし数少ない良い知らせもあります。少なくとも私と聖剣の力を共有しているリタは無事のようです。のようというのは？ええ、今のところリタや地球にいる他の人と連絡が取れていませんから、今は聖剣を通して彼女の無事を確認することしかできません。それってもう一人の私みたいな状況ってことだよね。はあ、とにかく悪夢みたいだよ。あ、悪夢といえばここで目覚める前に夢を見たんです。ケビン、その人ってヨルムンガンドの首領だよね。きっと偶然なんかじゃないよ。ええ、おそらくゼーレさんが見たのは夢や予知ではなく、空間転送の過程で潜在意識に投影されてしまった現実の情報なのかもしれません。夢の中の彼はここと似ている場所にいました。つまり彼もこの近くにいるんでしょうか？もし彼を見つけられたら。ケビンに直接会って問いただすつもりなの？さすがに無茶だって言いたいけど、別にいいよ。そもそもその考え自体不可能ってわけじゃないし。え？先ほどまで手分けしてこの近くを探索してたんです。気づいていると思いますが、おそらくクーさんの先生とおじさんはヨルムンガンドの人間でしょう。だけど残念なことに、変わった石とわけのわからない断橋の他にはヨルムンガンドの鱗一片すら見かけなかったんだ。山の向こうへとつながってる道も変わった力で妨げられてて、そもそも道がないと言うべきだね。剣に乗って飛ぼうとしてもダメだった。もし本当に真空に飛び立ってしまったらもっと厄介なことになりますよ。師匠さんの実力ならすぐに何かがあるわけではないのでしょうが、声が聞こえないのはやはり不便です。あ、そういうことなんだね。そういえばネットの番組で見たことがあるよ。普通月には空気がないってね。はあ、とにかくここ半日はゼーレと合流したこと以外何の収穫もなかったんだ。もしかしたら収穫がないこと自体が一つの収穫なのかもしれませんね。少なくとも現状ヨルムンガンドには十分な余裕があるようです。誰がニューアトラにいようとその自由を制限するつもりはないみたいですから。それはつまりこの現状を実現させたヨルムンガンドの何かには特別な力と万全の準備があることを意味します。それならたとえ証言がバラバラでも信憑性が増してきます。私たちの今の状況は確実に聖魂計画と直接的な関係があるのでしょう。
確かヘビは開演の目にいた時から成婚計画を実現させると言ってた気がします。ええ、ゼーレさんもなんとなく把握していますよね。でもそれじゃあ少し変だと思わない？羅刹人から聞いたんだけど、私みたいないわゆる性婚覚醒者以外の普通の人を淘汰するのが性婚計画なんだよね。私たちが避難所で出会った人たちがそうだったとしても、地球はどうなの？ジュランダルだってリタに異常はないって言ってたでしょ。確か彼女はそういう普通の人なんだよね。ええ、部外者としての目線でしか語れませんが、おそらく成婚計画には私たちが以前聞いたものとは違う真の姿があるのでしょう。何せヨルムンガンドがまた新たに別の秘密の計画を考えたとは思えませんから、それこそおとぎ話です。確かに理屈は合ってるんだけど、今はどうすればいいの？何をしても手がかりは見つかりそうにないですね。今の状況を犯罪の調査に当てはめて考えれば、経験に基づいたやり方がいくつかありますが。犯罪の調査？ああ、探偵映画の考え方だよね。あの、ホームズとか？そう理解してもらって構いません。なるほどね。探偵の現場調査は一度だけじゃない。何度も調査するからこそ手がかりを見つけられるし、すれ違った人や物と出会える。よし、それで決まりだね。早速行動しよう。え、ゼーレさんはどうですか？もちろん大丈夫です。でもクーちゃんのことも気になります。調査の合間でいいので戻って様子を見てみましょう。ええ、そうしましょう。あ、じゃあ出発出発。さっき変わった石のことを話したよね。それはこの先にあるんだ。この巨石たち、天然のものには見えませんね。私もそう思う。遠い昔に作られたもので、何らかの機能がある気がする。でも、大きく破損していますね。残念ですが、本来の姿に戻すのは難しいでしょう。ちょっと目を離した隙に、また近くに集まってきたんだね。これらの石に一体何の魅力があるのかな。ゼーレと一緒に戦いたい。はい、ここじゃないみたい。もう一度確認してみなきゃ。弱すぎ。私は全てを変えます。この石たちに残ってる力、やっぱり崩壊エネルギーでした。そうだね。数万年前のものに見えるのに、これほどのエネルギーが残ってるとは。当時ここで戦ってた人たちはどんな化け物だったんだろう。ほら、また似たようなものがある。一体何のために存在し、どうしてこんな風にボロボロになったんでしょう。生涯に隠された謎を解くことができたら、あんたたちは成婚計画の本質に気づけるかもしれないな。頑張れ。あんたたちには期待してる。ここに他の探索者がいるなんてね。え？はじめまして。あんたも訳がわからないまま月に来る羽目になったの？彼女に近づかないように。おそらく彼女は
私たちがここに送られた件に何らかの形で関わっていると思います。ジャッカルことクリオ・ヒュパティア博士。仮面を外したのにすぐに気づかれ、本名まで口にされるとは。どうやら私も有名になったようだな。バルキル・ビアンカ・アタジナ。それはお互い様です。回りくどい話し方はやめましょう。ヨルムンガンドの上級幹部、私たちに話しかけて一体何がしたいんですか？あんたがあのヨルムンガンドの中心メンバーだったの？中心は違うな。私はすでに引退している。天命のバルキリー、あんたたちを敵に回すつもりはない。だから武器をしまってくれ。今までヨルムンガンドがしてきたことを考えると、友好的な態度を取られても信用できません。それもそうだ。じゃあ投降はどうだろう？実を言うと、天命のバルキリーと接近戦をするような実力は私にはない。特に今は私の研究成果の大半が地球に残されている状態でな。一人であんたたち三人の相手をするのはあまり現実的ではない。だが私からすれば、我々の関係性は別にそこまで悪化していないと思うのだが。もうすでに狩りの季節は終わっている。狩人ども獲物も自然に帰るべきだ。今あなたが話したことも成婚計画と関係があるんですか？もちろんだ。聞いていないのか？空にある地球を見てみるといい。成婚計画はすでに成就した。異様な地球の姿は実数と虚数の空間の配列が変えられたことを証明している。5万年間の歯車はようやく噛み合い、人類を呪った古い秩序は徹底的に潰された。あとは新たな秩序の降臨を待つだけだ。いいだろう。選ばれし者として私たちはそれを見届けられるんだ。最高に幸運だと、そう思わないか？選ばれし者、つまり成婚の覚醒者ですね。当然だ。ニューアトル、ムーから受け継いだこの名前をあんたたちはどう思う？私たちはこの人為的に作られた基地で一時的に混乱し、その後崩壊が二度と存在しない新たな地球に帰ることができる。希望に満ちた未来だと思わないか？でも選ばれなかった人たちは？彼らは当然いるべき場所に残る。ウサギのやつめ、本当に余計なことをしてくれたな。ウサギ？ああ、厳密に言うとデュランダル。彼女はあんたとつながりがあるんだ。だが今はあんたたちが気にしていることを話そう。心配は無用だ。成婚計画によって成婚が目覚めなかった普通の人間が苦しむことはない。彼らはただ夢を、あらゆる欲望が満たされた夢を見るだけだ。そしてその過程で彼らは成婚として虚数空間に沈み、新世界を構築する土台となる。私の目標と真逆だろ？待って、成婚としてどういう意味ですか？そのままの意味さ。彼らは実体を失い虚無となり、地球と崩壊が共存する世界の礎になるんだ。その永遠に続く夢の中で彼らは崩壊と死のない世界を手に入れる。その世界が本当に存在するかどうか、彼らの真実の思想かどうかについては多くの人にとってはさほど重要ではないだろう。あの平凡なポンコツたちの心配をする必要はない。彼らは地球に寄生したアリのようなものだ。情けをかけられただけでこの上ない幸福だろう。でもありえませんよね。人類がどうやって成功になるんですか？
正直に言うと私にもわからない。え？ここまで説明したんだ。残りの部分だって隠す必要はないだろう。あんたたちは私を最も積極的に成婚計画を推進していたものだと思っているかもしれないが、結果から言えばそうでもない。孫子が保存していた全文明の技術成果のおかげで成婚計画が実現し、また蛇のためにドリームキャッチするウサギという二重存在も生まれた。二重存在？それってウサギは最初から？ああ、彼女は最初から成婚であり人類でもある。嘘みたいな話だろ。私はヨルムンガンドの首席科学者を自負してきたが、5万年前に比べれば私が手にした成果は立つことを覚えたばかりの子供のようなものに過ぎない。実用的ではない、オリジナルでもない。組織にとって私の研究はあんたたちの注意を引き我々を甘く見てもらうためのものだったのだろうな。移行が終わった後、私は孫子と共にさらなる計画を遂行することもなく、そのままニューアトラに飛ばされた。おそらく孫子にとって最後の役目を全うした私は引退すべき存在なのだろうな。さらなる計画。ケビンは今どこにいるんです？誰も来ず誰にも邪魔されない空間に決まっているだろう。それがどこかについては孫子の考えは私たちが勝手に憶測できるようなものではない。あんた、もういいでしょう。オットー主教が言っていました。この人はこういう人間なのだと。ああ、その表現はいいな。かつての盟友として私は自分の知っていることを全て話した。あんたたちが信じるかどうか、何をするかについては名前だけの組織にとってさほど重要ではないだろう。名前だけ？それってケビンはもうあなたたちを必要としていないということですか？あんたたち、まだ何か企んでる気がするよ。孫子の考えは私たちが勝手に憶測できるようなものではない。そうだな、こう話そうか。歴史という川の中で孫子が私たちを必要としていたわけではなく、私たちが孫子を必要としていたんだ。今までずっと。だからあんたたちに教えた話はヨルムンガンドが消える前に送りたかった最後のプレゼントだ。この時代の最強の人類であるあんたたちは成就した成婚計画を乗り越えられるか、その答えを知りたい。それが私たちの努力に対する評価になるから。つまりあなたは私たちをその計画の安定性を検証する道具だと思ってるんですか？小娘、そこまで悪く思わないでくれ。私のヒントがなくてもあんたたちは前庭器官を失った動物のようにがむしゃらに孫子の居場所を探すだろう。たとえ現状を変えられなくても。確かに私たちは全力を出したケビンには勝てないかもしれません。ですがそれは今の私たちがまだ3人だけだからです。崩壊を消滅させることは人類を滅ぼしていい理由にはなりません。真相をすべて把握するまで私たちはあなたの孫子の敵になります。ああ、あんたはそういう性格だったんだな、デュランダル。道理であのオットーもあんたを気にかけていたわけだ。とにかく今の私たちは理念の違いのために必死に戦うような状態ではないはずだ。孫子の絶対的な力の前では意見は所詮意見でしかない。だが今のうちにもう一つ教えてやろう。数年前孫子がまだ帰還されていなかった頃、
ある灰蛇が私に変わった言葉を口にしたのだ。私たちは蛇ではない。生まれてくる時代を間違え飛んで火に行った蛾でしかないのだ。今日思い出してみたんだが、ふとその言葉に別の意味が込められていたんじゃないかと気づいたんだ。あんたたちはどう思う？どういうこと？彼女、私たちをバカにしたの？いいえ、どちらかというとこの場所にある固有現象に見えます。私は全てを変えます。彼女の時間を見て私たちを利用して抜け出しただけかと。ついてないの？まさかあのケビンがヨルムンガンドの幹部を辞めさせるなんてね。成婚計画に対してそんなに自信があるの？避難所を出てから私たちの探索もスムーズでした。そう考えると彼の態度は確かに一貫しています。でもそうなると、もしあのジャッカルって人が嘘をついてない場合、ヨルムンガンド、もしくはケビンが成婚計画を止める人を待ってるとしたら、彼らの目的は一体何なのでしょう？いい質問ですね、ゼーレさん。ですが今その答えを考えるのは早すぎると思います。今は私たちのいるこの場所の調査を優先しましょう。うん、こういうことわざもあるしね。千里の道も一歩からって。
りに何かあるみたい。役立ちそうな材料を持って帰ればクーちゃんはきっと喜んでくれるはず。
が終わったら、私の力はまだまだこんなものじゃないわよ。